海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇が最上型であり、今年2022年3月に2番艦熊野、続く4月に1番艦でネームシップの最上が相次いで就役を迎えており、いずれもまず横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたよ。すでに命名を終えた最上型は3番艦の城が2021年6月、4番艦三熊が2021年12月、5番艦矢作が2022年6月に進水を終え、ほぼ年間に2隻のペースで寄港進水収益を行う形で全22隻の建造が予定されているぜ。中国に対する抑止力は大いに越したことはないもんね。備えあれば憂いなしってやつだよ。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の最上型護衛艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。最上型護衛艦の特徴は何と言ってもその艦隊のデザインにあって、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような様々な装備品類の突起物がほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れるみたいだよ。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でもこうしたデザイン設計は主流となりつつあり、その意味では個人的には最上型護衛艦の外観も一目見て海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは残念にも思えるね。なるほどね。外観を見て識別することは困難だろうし、独自性がなくなっているのは少し残念だけど、突起物が影を潜めていて敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙う考えはすごいと思う。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず戦闘機等にも奥身柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだな。さて最上型護衛艦だがその艦容が見つめられた2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されていて、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つんだって。そのため実際の最上型護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分ではフリゲート艦に相当するんだよ。海上自衛隊では、かつて太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造したタコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦が最上型護衛艦であるぜ。ちなみにクス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じく別のフリゲート艦といっても今の最上型護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあったみたい。最上型護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が2017年に初の試みとなる建造を担う造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これにジャパンマリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じてコンペが行われたんだよ。その上でこれら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業社の案が採用されることが2017年8月に決定されたが、評価の順位は2番目が三井造船社、3番目がジャパンマリンユナイテッド社とされ、三井造船社が下請けを担う体制となったらしい。その後、三井造船社は2018年に株式会社三井 ES ホールディングスへと社名変更を行い、さらに昨年2021年には艦艇建造にまつわる事業を分離させ新会社の株式を三菱重工業社に譲渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して現在に至っているみたいだな。そのため最上型護衛艦の2番艦である熊野は、2019年の寄港時には三井 ES ホールディングス社。今年2022年3月の収益時には三菱重工マリタイムシステムズ社と、運営主体が変更する狭間で建造が進められた稀有な艦艇となったんだよ。現在の最上型護衛艦の構想が始められた当初は、艦隊を未導線形とするデザイン案や、推進方式にウォータージェット式を採用するなどの案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としてはオーソドックスな形でまとまっているぜ。いろいろなデザイン案もあったにもかかわらずどれも採用には至らなかったんだね。最上型護衛艦の主兵装は対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である 127mm の62口径の単身砲1機や、国産の人7式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者は砲弾によっては対空戦闘にも使用されるみたい。
127mm の62口径の単身砲は最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の人7式艦対艦誘導弾は陸上自衛隊の人2式地対艦誘導弾を艦載用に回収を行ったもので、その最大射程距離はおよそ 200km 以上と目されているんだって。ただし中国海軍の052 D 型訓民級駆逐艦や055型南アキラ級駆逐艦が搭載している対艦対地攻撃用の巡航ミサイル YJ18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、人2式地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろうな。この対艦ミサイルの分野においては現状では日本は中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を、一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いないみたいだね。また最上型護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定ではあるが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていないらしいな。また VLS 垂直発射艦で運用する兵装においても現時点で確定とされているものは、国産の丸7式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦対地攻撃用の兵装については未定であるんだって。ただしこうした各種兵装の中でも、最上型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来はもっと小型の艦艇である掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろうな。最上型護衛艦は対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQ-91 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機と機雷の排除そのものを行う、USV 無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇であるんだよ。機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機は三菱重工業社が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として2017年に最上型護衛艦に搭載する目的で装備化が確定。その中身にはフランスのタレス社との協業も行われているよ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は、1機あたりおよそ13億8000万円となっており、同機は近年探知が困難とされてきた海底部の沈底型の機雷や、埋没型の機雷に対しても安全な探知を行うツールとして期待されているらしいぜ。最上型護衛艦はこうした装備によって敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には特定の海域を封鎖することを起としているんだよ。具体的に日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は対馬海峡であり、かつての冷戦時期と同じくロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろうな。また最近では中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた水陸両用の作戦の遂行を、海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目されるらしい。こうした島嶼部の奪還などには陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されると目されているが、それらの行動の前段階を支援する戦力としても最上型への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。